国連はカナダのオンタリオ州北部、北オンタリオ地方、国連地区に属する人口5690人の都市。人口の半々がそれぞれ英語と不都合を話す。北はムースリー、南西にはティミンズがある。ホッケー選手であり、ティム・ホートンズを創業者したティム・ホートンの出生地である。町にはティム・ホートンを称いて複合娯楽施設である。 ティム・ホートンイベントセンターが建設され、2006年に公式オープンした。新しいアクアティックアリーナが現在建設中で、新しいティム・ホートン博物館は公式にオープンしている。鉄道の街として建設された歴史を持つ。オンタリオのウスランド鉄道が週6日、トロント間を走っており、またポーラーベアエキスプレスが国レーンとムースニーの間を走っており、観光客に 人気の観光列車がある。気候は非常に寒冷で1月の平均最低気温はマイナス24.7度。一方、7月の平均最高気温は24.0度で30度を超えることも珍しくないほど暑くなる。国連はフランス系カナダ人人口の割合が高い都市で2006年統計によると、フランス語のボゴア社の割合は43.8%と、 およそ半数に達する。雇用が不足していることから町の人口は減り続けている。主な産業は鉄道、観光及び木材業である。州の道路交通網の北端に位置するエリアにあり、これより北部へは道路による移動がほとんどできないため、交通手段は飛行機及び鉄道、ボートが必要となる。2001コミュニティプロファイルズ、コミュニティハイライツ報告欄。 2008年5月13日閲覧。エンバイロメントカナダカナディアンクライメートノーマルズ1971から2000アクセスト24ジュライ2012ありがとうございます。